私どもでは、シニアの役員様からですね、老齢厚生年金の支給停止解除の、お手伝いのご要命をですね、いただいた場合は、通常、年金事務所の方に、その役員様ご自身のですね、年金の調査に行きます。で、現状の、報酬の支払い方だと、年金がどのようになるのか。で、それと合わせて役員報酬最適化という私どもでご推奨しているですね、役員報酬の受け取り方をすると年金がどれぐらいもらえるのか、それのシミュレーションをね、依頼をしていきます。で、その調査結果に基づいてご説明をさせていただいて、実際の役員報酬最適化の導入のご支援までお手伝いをすると、こういうようなことをしております。